レーニングシミュレーターの使用許可がおりました。日頃の訓練にぜひ活用してくださいね。銀河フォース。テロリストと思われる人物から犯行声明が届いた。ブラウン隊長直々とは珍しいですね。今回はことがことだからな。知っての通り、この人造湖は数ある取水施設の中でも重要な場所だ。犯人はマグニシャに個人的な恨みがあり、怒りに任せて施設を破壊するつもりのようだ。もし破壊されれば、影響はセブンティア攻撃に及ぶことになる。そのような暴挙は絶対に許してはならない。以上だ。現場に向かえ。了解。了解しました。いきなり小型ミサイルのオンパレードか。相手は相当な兵装よ。アレックス、気をつけて。よっしゃ。覚悟しな。これでマグニシャに一泡吹かせてやる。またでっけえミサイルを放ちやがった。ミサイルはまっすぐ第一治水タワーに向かっています。タワーの破壊は絶対に阻止するんだ。了解。追跡して撃破します。相手はミサイルなのに、あやら小型ミサイルやらがどんどん出てくるぞ。やった、ミサイル撃破。くそ、破壊されたか。まずはセーフだな。そうね。待って、犯人の向きを変えたわ。追いかけて。了解。安心してる場合じゃねえな。もう一発だ。またか。後ろからの小型ミサイル、注意して。おっと、危ねえ。ちょっとそこのあんた、自分が何してるか分かってるの？今更説得しようったって無駄だよ。お前の中に私の恨みが分かってたまるか。アレックス、いい？ミサイル本体に集中して攻撃するのよ。了解。分かってるよ。やってやるぜ。よっしゃ、ミサイル撃破。くそ、失敗か。まあいい、お前らだけでも湖の底に沈めてやる。小型ミサイルに小型の敵、立て続けに来るわよ。了解。こりゃ息つく暇もないぜ。まだまだ来るわよ。予備の兵装じゃダメか。こうなったら直接相手してやる。魚の餌になりたかったらかかってきな。望むところだ。アレックス、あまり熱くならないで油断せずに行くのよ。了解だぜ。
攻撃が激しくなりやがった。私の本気を甘く見るんじゃないよ。前にちゃんと装備してくださいね。購入しました。忘れずに装備してくださいね。購入しました。忘れずに装備してくださいね。